宇海イ吉安政6年8月27日は幕末期の水戸藩士。父は宇海吉左衛門とものぶ、母は佐々木氏。意味名は最初は智義、後に智明と改名。陽名は菊次郎。幼い頃、法術師範の福知正次郎より神発流法術を学び、優秀な成績を収めていたという。中川で行われた武芸大会では、 情報術への出世により、徳川成明より章ぜられた。また、剣術では、神道無念流の達人であった。ほか、禅を、臨済修正国時の大説小園に学んだ。安政三年に、京都留守居役手展に抜擢され、上落、翌年には、京都留守居役助役となった。安政五年、将軍刑視問題が勃発するや、一橋派につき、 朝廷を動かすことで、日米修好通商条約の阻止に奔走。父と共に、上位派の志士たちと交わり、また、自家類代の人脈を使い、高塚酒やこの駅などの苦行たちに、積極的に上位を説くなど、精力的に活動し、時の老中、堀田正都氏が、通商条約締結の直挙を得るために散大すると、尊上白八88人による、 通称条約案阻止の座り込み等により、直許可詞の阻止に成功するも、幕府では、掘った失脚後に、江戸城ダメの間詰め大名で南紀派の彦根藩主、井伊直介が、大老に就任し、第十三代将軍、徳川栄貞が死去すると、紀州藩から徳川栄持が、第十四代将軍となり、将軍軽視問題では失敗した。打開策としての土の絵馬の密直が幕府と藩に、 出されると、病床の父に代わって、密衆として、尾瀬伝左衛門と変名し、夜半に乗じて、東海道を投下し、江戸の藩邸に8月16日、密直を届けた。藩主、徳川義厚は黙浴し、謹んでこれを排除した。水戸内直とも言う。この時、福祉として、草壁三次が中仙道から下っている。また、二日遅れて10日に、金利府、 大久保一王に将軍宛ての密着が降下された。密着の降下後、水戸藩内では内交のため、諸藩への改装をできないでいた。高吉の父吉左衛門も、日ごとに厳しくなるばかりの監視を警戒して、活動を控えがちになっていった。そのような情勢下にあった一方で、朝廷では、関白職から九条久忠を辞任させるなど、尊能上違反が対等しつつあった。 そこに目をつけた高吉は、朝廷から、水戸藩へ、改装を督促する臨時を出すよう働きかけるなど、父に代わって、活発な活動をしていたが、老中、真部昭勝が上落して、安政の大獄が始まると、9月18日、父と共に捕獲されて、慶の六角国舎に投じられ、12月5日、江戸に完走となり、高田藩邸に拘禁される。9月18日、 京都西町奉行所からの差し紙を受けて、府市で出頭したところの捕縛となったが、当初高吉は、自身は、子三や家臣であり、長奉行の配下にないことから捕縛を拒否した。父、吉左衛門はすでに縄についた旨伝えたところ、父と自分は、別々にろをはむ身であるから、行動を同じくするとは限らない、と、さらに拒否した。捕獲命令が町奉行からではなく、 老中からのものであることを伝えて、ようやく縄についたという。表情では、土の絵馬の密着発出の経緯をめぐり、成屋に脅されてやむなく、直上を発出したと主張する高塚佐や初代部、小林義則と鋭く対立した。事故の補身を図り、幕府側に稲荷の証言を繰り返す小林に対して、高吉は、生来の気の荒さもあり、両者一歩も譲らぬ激論となった。 結局、幕府側は、水戸陰謀論を実証するのに、都合の良い小林の主張を取り、安政の大国の根拠にしたという。小林自身は、遠投の表情を受けたが、小林は廃所に赴く前の判定預かり中に、病死している。安政6年、土の絵馬の密着公開への成り焼きの関与を、一貫して否認し続けた高吉は、表情書にて、 安政の大国の中では最重慶である国門の申し渡しを受け、天馬長老屋敷にて残首、小塚っ腹形状で教授された。去年三十二、また父も同時に残首となった。国門の言い渡しを受けた際、高吉は幕くを平芸するかのように霊笑し、居合わせた者にその弾力の深さを見せたという。小塚っ腹で教授中、夜半に何者かが侵入し、 大日本大中心主級と書いた紙を教主台に貼り付けたという。う海不死の意外は、その家僕が、小記に変装して形状に忍び込み、郷里に持ち帰ったと伝えられている。規律によると、う海不死の罪は、安永元年に、豊臣秀頼の子孫を語り大阪町奉行に、直訴した町人、細川あたかが、本人の病死後に死体を塩漬けにした上で卓刑に、 処されたことを宣令としつつ、その動機が主家のためをもってのことであったため、罪一等を厳じて、吉左衛門を残罪、高吉はしかし使命を貯めて、直上効果の要請をしたため、獄門に処することとした、とある。潮切れ累衆古累衆功累第一冊には、お取り計らいの部ご褒美の類一郎人、細川高木、不敬の雑談致たし騒者を蘇任致たし騒二夫。 ご褒美の儀表儀とあり、安政の大国における審議に対して激しい政治、介入があり、判決根拠すら事実を歪曲して行われた様子が伺える。高吉には、花という名の数目があり、高吉の捕獲後は、高塚酒の初代部、小林吉則閣に預けられた。死後、和宮高家時に、父、吉左衛門共に赦面となる。 墓所は、茨城県水戸市の常磐共有墓地、東京都荒川区南千住の恵光院、京都市長楽寺、同士徳園寺。以下は、増十四位、安国神社合志、田尻左辺、増位所見伝増保番上特使増位年表 P6。ありがとうございます。